写真拡大。ヤクルト阪神21日神宮球場、最速155キロの直球を軸にヤクルト打線を力で押した。この回先頭の坂口に対して追い込みながらフォークを引っ掛け四球で出塁を許した。それでも続く宮本には3球直球を続けて浅い左に、続く青木それでも2から7球目、最後は154キロの直球で空振りの打線を通しながらも打線の援護がないなど苦しい登板が続いている。その中で692日ぶりの1勝を目指す、いかに粘れるかが重要になると粘るをテーマに掲げる。